おはようございます、今日も朝練ですけども、声出るかな。夕暮れの街並みは少しずつ暗くなってゆく。一人の男が今日も坂道を降りてくる。アパートのドアを開け、手探りで明かりをつけた時、今日一日がふっと目の前を通り過ぎる。一人暮らしは気楽と言えばいい。このことは思い出さず、これからのことはわからない。男は明日履くためだけの靴を磨く。その日暮らししていても、ほらこんなに幸せだと大きな声で笑える日もいつかは来る。時の流れに身を任すのもいいさ。優しい女が違うな、優しい女がどこかにいたよ。そんな気持ちにたとえ答えられなくても、男なら恋心さりげなくポケットに入れて、その後でそっとどこかで取り出してみた時、熱い思い出静かに消せばいい。どこなら夢の一つ覆すこともできるし、夢から覚めたらまた新しい夢を見ればいい。窓辺で枯れてゆく一日